だからみんなに聞いてんだよ。二度とダサいって言われないようにね。ダサいっていう呪いの言葉を僕の中から消し去るために有効をかけるんだよ。邪魔するなよ。か、鉄道後ろじゃ。赤いリセントは今流行りなの？いや、無地の白 T シャツは今流行りなの？緑の鳥を買うことが今流行りなの？ねえ、教えてよ。教えて教えてってガキンチョかよ。教えてって言ってるだろうにゃー。ゼロガン、ホクト、三角飛びじゃ。ゼロガン、攻撃。周りばっか気にしてキョロキョロしてっから首が伸びんだろうが。やりよった。人生ってのはな、自分の好きな服装、言葉、映画、漫画、音楽、スポーツ、食べ物、乗り物、ペットや動物、植物、そんなことを探す旅なんだ。それを見つけるために流行りに乗るってのも必要なことかもしれねえ。けどよ、それにとらわれすぎたら見失っちまうぞ。本当に自分が心から好きなものをな。周りからどんなにダサく見えたって自分が好きなものなら恥ずかしいわけねえんだよ。じゃあな。いや、しかし夜でも暑いな。ほっほっほ、夏らしいじゃないか。おい、お前、あれ気づきました？後ろから驚かせてやろうと思ってたのに。どうしたんだその格好。実は僕、パン君がめっちゃ好きなんですよ。テツトさんに言われて周りを気にしないことに決めたんです。ダサいなんて言葉怖がらず、好きなものは好きって胸張っていきたいんです。ああ、にしてもさすがに熱くねえか。パンク魂っすよ。ん？あれなんすか？あ？嘘だろ？うわあ！登録者数は戦闘力！俺に力を分けてくれ！よろしく！